前が空いて狙っていった、外から小林、決まった。久しぶりの大輔、がスタートに出てるので、ちょっと期待したいですね。山下からボールが出ました。おー、決まった。決まりました。ああ、決まった。ここで打ってきた、決まった、小林。今日は小林、中でも外でもいいですね。そうですね、やっぱ情報とはタイプが違う部分があるので、やっぱちょっと違うバスケットになるのかなと思いますね。小林、前が空いて狙っていった、決まった。前が空いて狙っていった、決まった。ツーポイント。どういう攻めか。小林自ら行ってきました。わざとスピードを緩めてパスするかもという姿勢を見せたことで、自分の前が空きましたね。おー、効果があって、小林空いてる、キャップファイト、小林空いてる、キャップファイト。ああ、ブーサーも盛り上がる。外から小林、福岡逆転に成功。第3クォーターが終わりました。56対52、福岡がリードしています。決まった。一谷が中を見ている、小林決まった。大きなポイント。小林、中を見ている。ベンジャミン・ジョーソンのスクリーン、これが決まった。苦しみながら福岡連敗を止めて、大阪を相手に勝利を手繰り寄せました。はい、今日はありがとうございました。勝ちました。久しぶりの勝利で、チーム全員でみんなで戦った結果だと思ってます。もっと会場にいっぱい来て応援してもらって、僕らも、勝ち続けるように頑張りますので、ぜひまた会場にお越しください。ありがとうございました。外から小林、決まった。バスケットライブ。